12万円、すげえ、シャキンシュビューティフォー、いいですね、ついに買ってしまった。おお、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトン、ビューティフォー、綺麗ですね、本当によくできてる感じ。はい、なぜ俺がこれを選んだのかというと、実はですね、2年以上前からこれを使っていたんですよ、このお財布。これを使ってて思ったんですよ、このメーカーのものは長持ちということです。今まではね、いろんなカバンとか財布とかいろいろ買ってたんですけど、だいたいどれもこれも2年経つとダメなんですよ。なんかチャックが壊れちゃったり、塗装がへたってたり、汚れがひどかったりという感じです。ただこれはですね、2年以上経っても汚れがそんなについてなくて、だからですね、カバンも同じメーカーにしちゃおうという考えが浮かんじゃったんですよ。それでこれを買いました。すごくいいです。やっぱりね、この製品期待通りでした。持った感じ超頑丈です。触り心地もいいですね。全然普通のカバンと違うんですよ。そしてさらに理由があります。デザインです。どうせね、高いもの買うなら見た目がね、こんな感じで高そうでもいいんじゃねえかなと思ったんですよね。もし表面が真っ黒とかだったら、どういうのを買ったのか分かんないですよね。だからもう分かりやすくしちゃいました。こんな感じで、まあこれはいい値段したんですよみたいなね、大事に使いますよみたいな、そんな感じの理由です。そしてね、もし他の理由を言うのであれば、チャックが快適ですね。すごい開けやすいです。開け閉めしやすいです。他の財布とかカバン使ってて思うんですけど、2万ぐらいとかの買っても結局チャックが開けづらかったり、なんか汚れやすかったりっていう感じなんですよね。だからそんなのにもう気使いたくないと思ったから、これにしちゃったって感じです。あとはね、これメーカーに修理してくださいって依頼出せば、パッて修理してくれるんですよ。まあもちろんお金かかるんですけど、ただ修理は効くんですよ。なんだろうな、この端末みたいなんですよね、修理の出しやすさというかね。パパッとメーカーにお願いして修理できちゃう感じ、これとすごく似てるから選んじゃったっていう感じでもあります。ほんといろんな理由が重なってこれになったんですよ。本当におすすめです。はい、一体どういうものが入るのか改めて実験していきましょう。まずお財布です。これは入りますね。入った、十分です。厚さ的にもね、ちょうどですね、財布と同じぐらいです。ぴったりですね。そしてスマホ、これもですね、ここに入れるスペースがあります。こう入れておけば OK です。取り出しも OK です。そしてこれですね、パソコンです。 MacBook Pro、これは13インチですね。厚さも結構あるんですよ、プロなのでね。でこれがですね、大きさ的にはまあ入るかなっていう感じで、実際入れるといきます。入りました。まだまだ余裕ありそうですね。こっから財布を入れてみましょう。あ、財布入れるとパンパンですね。ちょっと無理しちゃうかも。あー、まあまあまあギリギリですね。あ、すごい曲がって
てちゃんと入るようになってます。ただまあちょっと無理しちゃってますね。こういう風に使っちゃうとちょっとダメかも、難しい。ただ MacBook Pro は入ります。一緒に財布もギリギリ入ります。すごいいいですね。はい、 MacBook Pro が入るなら iPad も入りますよね。まあそうですね、当たり前ですね、入りますよね、全然余裕です。でここに財布もう余裕です、入っちゃいますね。閉めるとまあさっきよりは全然 Mac よりはゆとりがあります。すげえ、取り出しも簡単簡単、すごい、いつも使っているしょぼいノートパソコン、メモ程度で使ってるんですけど、これもちゃんと入りました。でこっからまた財布、スマホという風に入れても、あら、ゆとりがあります。無理してる感じがないです。そして取り出しも簡単、うん、いいね、完璧です。すごい、割と容量あるんですよ。そんなに大きくないように見えて意外と容量がいっぱいあります。すごい。もちろんウイルス入りの USB メモリもここのちっちゃい収納にホイッと入れることができました。まあでもこの USB メモリは持ち歩かない方がいいですね。はい、あとはテーブルに置いた感じ、いいですね。こういう木のテーブルに合ってます、デザインが合ってますね。そこにパソコンを足してみましょう。こんな感じでしょうか。なんか仕事してる感がありますね。めっちゃいいです。という感じでね、このカバンすごくいいです。頑丈そうだし持ち歩きにも良さそうだし、文句ない感じです。はい、結構な値段しますが、カバン買う勇気がなければまずは9万円の財布から買ってみて試しに使ってみるのもいいかもしれません。俺はこの2つ気に入ってます。という感じで、今日の開封動画が面白いなと思ったらグッドボタンしてください。では動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。